シーフォードはアメリカ合衆国デラウェア州南部のサセックス郡西部ナンティコーク川沿いに位置する市である。2010年国勢調査での人口は6928人だった。2000年時点からは3.4%の増加だった。メリーランド州にもまたがるソールズベリー大都市圏に入っている。サセックス郡の中では最大の都市である。アメリカの小さな町ランキングで 第28位に入った東海岸野球リーグのシーフォード・イーグルスが本拠地にしている。シーフォードのロスカン詰工場で働く自動労働者1910年写真家のルイス・ハインが撮影シーフォードはイングランドのイースト・サセックスにあるシーフォードから名称が取られた。サセックス軍の現在の領域の西部と南部は当初メリーランド植民地の一部として開拓された。 シーフォードは、ブリッジビル、ミドルフォード、その他と共に、メリーランド植民地道チェスター軍に属していた。一方、ブレーズ、ローレル、コンコードがある地域は、サマセット軍に入っていた。地図座標の誤りから、現在のデラウェア南側宗教の東西方向の、線がデルマーからフェンウィックまで引かれたということである。当初合意されていた宗教は、北のケープヘンローペンのところにあったのであり、 フォールスケープではなかった。もしこの宗教が使われていたら、シーフォードはメリーランド州の領域に入っていた。ロンドンの裁判所で長年審理が行われた後、宗教は1763年に測量士のメイソンとディクソンが定義したものとなった。シーフォードは全国的に行われている街のメインストリートで商業地区を再度活性化させる計画の一部として、 デラウェアメインストリートプログラムに参加した7つの街の一つになっている。このプログラムは1970年代に全国信託メインストリートセンターによって策定され、それが歴史保存のための全国信託のプログラムになった。1999年から2000年、CE フォードの歴史的中心街と灰通りは150万ドルをかけて街の景観、通りの舗装、歩道、 街灯柱、街路灯、ユーティリティの上級化により、市内の古いスタイルの魅力を保存する大きな改修を行っている。以下の建物や地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ハイ通り200から 202A の建物群、ハイ通り218の建物、ハイ通りとキャノン通りの建物、バートン金物店、JW コックス干物店、 シーフォード第一国定銀行、ハーンとローリンズのミル、ローレンス邸、マストン邸、ジェシー・ロビンソン邸、エドガーとラチェール・ロスの邸宅、ウィリアム・エイチ・ロス知事邸、セントルークス・プロテスタント・エピスコパル教会、シーフォード駅複合施設、サセックス・シーフォード国定銀行。シーフォードは、北緯38度38分41秒、整形75度36分58秒。 北緯38.64472度成形75.61611度、38.64472-75.61611 38. に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は3.5平方マイルであり、このうち陸地3.5平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は1.14%である。C4 度は、 大西洋海岸平原にあり、その気候は大西洋によって穏やかなものとされる。温和な温暖気候であり、暑く湿気た夏と温暖な冬が特徴である。7月、日中の平均最高気温は歌詞87度、最低気温は歌詞65度である。1月では最高が歌詞44度、最低気温は歌詞25度である。 月間降水量が多いのは8月の5.59インチであり、昔から2月は降水量が最も少ない月であり、3.17インチである。過去最高気温は2011年7月22日に記録された過詞104度であり、過去最低気温は1987年1月28日に記録された過詞13度である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ国道13号線が市内を南北方向に通る幹線道路であり、デラウェア州道20号線が東西方向の幹線道路である。国道13号線はサセックスハイウェイの一部として、シーフォードと北のブリッジビル及び南のローレルとを繋いでいる。州道20号線は東のミルズボロと、 西のメリーランド州の小村、リライアンスとをつないでいる。商業便のある最寄りの空港は、メリーランド州ソールズベリーにある、ウィコミコ地域空港である。最寄りの公共空港はローレルにある、ローレル空港である。ジョージタウンには、サセックス軍空港と呼ぶ空港もある。この空港は近くにある、産業団地の一部として、ジェットサービスの部分がある。シーフォードを通る。 貨物鉄道はノーフォークサザン鉄道とメリーランドデラウェア鉄道が運行している。ノーフォークサザン鉄道は南北に通り国道13号線に並行している。メリーランドデラウェア鉄道と交差しており、その西はメリーランド州フェデラルズバーグとケンブリッジに向かう。シーフォードの生徒は多くの公立学校と私立学校の中から選択できる。 シーフォードにはシーフォード教育学区があり、シーフォード、ブレイズ、コンコード、ミドルフォード、ウッドランドの各町の公立学校を管轄している。この学区には小学校4校、中学校1校、高校1校がある。最も著名な私立学校はシーフォードクリスチャンアカデミーである。シーフォードにある唯一のラジオ局は w、GB、g b g 八点五 f m であり、 地域のすぐ外から電波を送っている。ビッグ、クラシックロックを自称している。伝説のディスクジョッキー、ビル・クリスプは、一時期、シーフォードで免許が降りた、AM、FM のラジオ局、WSFD、ベサックスを所有していた。そのスタジオは、シーフォードの南2マイルにある、デュアルハイウェイ南にあった。AM 放送の WSFD は、 周波数 1280kHz、出力 1000W、日中のみの放送をデラウェア州南部に送っていた。番組はアダルトコンテンポラリーやカントリーだった。1990年代に放送を停止した。FM 放送のベサックスは周波数 98.3MHz、出力 3000W であり、ステレオ98と呼ばれた。 1970年代や1980年代に人気があり、トップ40の番組をメリーランド州東岸やデラウェア州南部に流した。この壺根は後に売却され、周波数も98.5メガヘルツに変わった。w d p b t v 6 4がシーフォードでは唯一のテレビ局である。フィラデルフィア市のテレビ局 y t v の子会社であり、公共放送サービスの系列である。 シーフォードでは、週刊の新聞、シーフォードスターが発行されている。モーニングスター出版社が発行しており、シーフォード住人のブライアントとキャロルのリチャードン夫妻が所有している。一部50セントであり、購読も可能である。シーフォードは、すべての年齢と興味に対する観光地を自称している。ありがとうございます。